誇り高き海の民よ。この冒険者はリムサロミンサのために魂揺さぶる働きで尽くしてくれた英雄だ。英雄に海洋と航海の女神リムレーンの祝福を。顔に入れ墨のある者たち、奴らは蛮神リヴァイアさんに忠誠を誓った海賊団海蛇の下だ。奴らは蛮神リヴァイアさんの信徒を増やすために人さらいを繰り返していたようだ。サハギン族は長年我らと敵対してきた蛮族、その仇敵にいいように使われるとは情けない。君のおかげで奴らの動きが分かったのだ。感謝しているぞ。その輝きは一体。これはもしや光のクリスタル。これが。あなた前にクリスタルを見たと言っていたわね。光の意志に。やはりヤシトラ殿の推察通り、君は超える力を持っているようだな。君の触れた存在、それはおそらく母なるクリスタル、マザークリスタルだ。君は一回の冒険者で終わらず、いずれは世界を左右する大物になるやもしれん。そう、あの光の戦士たちのようにな。かつてこのエオルゼアには蛮神と戦った者たちがいた。その者たちはエオルゼア諸国がグランドカンパニーを設立するとその一員となり、ガレマール帝国とも戦った。世界を救うためエオルゼア同盟軍の一員として5年前のカルテノーの戦いにも参加していた。しかしカルテノーを最後にその英雄たちは姿を消したのだ。残された人々は英雄が自分たちのために命を賭して戦ったことを覚えている。確かに彼らはそこにいたのだ。しかしその名を口に出そうとすると日に焼けた書物を読み上げることができぬよう声に出すことができず、その顔を思い出そうとすると閃光の中にあるように輪郭が影に包まれてしまう。この不可思議な現象から人々は英雄たちのことを光の戦士たちと呼ぶようになった。光の意志に導かれた君を見ているとかつての英雄の話を思い出すよ。冒険者、そのクリスタルを大事にすることだ。マザークリスタル、ハイデリンが君にそれを持たせた意味、それがわかるまではな。君は星の声、ハイデリンの意志に直接導かれたのだから。勝敗とは速さと速さが分かつのだ。ウルダ派の強者たちよ、底力を見せてみよう。チッ、サジンが手薄だ。バラクーダの連中を回せ。
国家団本体と特殊陸戦隊はその場を死守だ。ソウジャ島の白狼隊をコウジャ隊の援護に回しなさい。エオルゼアと帝国の戦いに異邦人の冒険者も力を貸してくれているのです。誰一人死なせてはなりません。どうされた、カヌエ船など。程度では魔法障壁は破られません。一体あそこに何が。どうした、応答しろ。こちらブルホーン、ラウバーンだ。無事か。周囲を炎で囲まれ、脱出可能。あの手の奴は一体何なんです。ああ、どうした、マトドック。どうだれ、キャプチャー。ここもうダメだ、こらえきれ。マッドドッグ、応答しろ。ジャキス、クロミストは返事をしろ。くそー、何だというのだこれは。バラクーダの連中にも連絡は通じないのか。ダメです、リンクセルが使い物にならんのです。こちらはどうです。リンクセル通信に妨害が発生している模様。おそらくあの化け物の影響です。行進を続けなさい。出るまで呼び続けるのです。はっ。メルウィブ提督、ラウバーン局長、限界でしょう。残った兵を再編して撤収を。ワードのを見捨てるわけにはいかん。勝敗は速さと速さが分かつのではないのですか。もはやこの戦いに勝者も敗者もありません。今は一人でも多くの仲間の命を助けるべきです。ルイゾー様には我々がつきましょう。ですが利益を顧みず戦っている冒険者の隊だけでも。国家団全軍に通達。現時点をもって全ての命令を無効とする。全体各個の判断で撤退せよ。いいか、しんがりには本体をつけろ。冒険者たち、特殊陸戦隊を優先して逃がせ。不滅隊にも撤退指示を出せ。何、インクセルが使えないだ。バカ野郎、足で回って伝えるんだよ。行け。そう、これはもう戦いじゃない。
おぞましい気配、この状況でも強く感じるなんて。撤収しつつ、ルイザー様の援護に回ります。各員用意を。カズマ、それにムーメオジトヌツバロア様とだけビグドムブルト、イネラツリエキサクワトドゲハハジワツルドヌスシーズン2年ジスダンジオンにラミライドザダイドーニ。
の屈辱は15年前か。最大最強の飛空戦艦アグリウス率いる大艦隊による電撃的侵攻作戦。この一手でモーデナの銀類港を抑えることでエオルゼア併合を確かなものとするはずだった。だが上昇無敗の我が艦隊の前に現れたのは天を覆い尽くさんばかりのドラゴンの群れ。そして現出せし源流ミドガルズオルム。相打つ形で仕留めたもののアグリウスは落ち、我らは軍を引かざるを得なかった。エオルゼア、偽りの神が長領を跋扈する昇魂の地。二度にわたり帝国の攻勢を跳ねのけし忌まわしき地。かくしてエオルゼア信仰は停滞し、奴のような俗物の台頭を許すこととなった。そしてメテオ計画ですら第七霊祭なる最悪を引き起こしただけに終わり、支配構造は何一つ変わっておらん。不条、不定、不足、この世界はあまりに狂っている。救わねばならぬ。我々が愚かな民を未来へと導く、正しき支配と導きこそがこの地に平定をもたらすのだ。ガイウス閣下の御心のままに。正式でも言っていただろう。大きな作戦があるんだってよ。でもよ、カルテノーの戦いから5年、本国は俺たちを放置してきたんだぜ。今さら何をやろっていうのさ。ガイウス閣下のご意向に疑問でもあるのか。お前、どこの生まれなんだ？ダルマツカであります。自分はアラミ語であります。コードネームはハミングウェイ。ふん、やっぱりな。ケース58、パラメキア情報機関からの報告の通りだぜ。草だ、片付けとけ。血もきれいにしとくんだぜ。術が上だってこと思い知らせてやんよ、ガーランド。
お待ちしておりました。あなたがリムサ・ロミンサからの使者ですね。話は聞いています。冒険者メルビブ提督によほど信頼されているのですね。こちらへどうぞ。ようこそ森の都グリダニアへ。この国のグランドカンパニー総社島の最高司令官当主のカヌエ・センナです。メルウィブ提督からのご用件を伺いましょう。
リムサ・ロミンサの使いという冒険者は貴様か。実力のあるものであれば執事にとらわれずに使う。メルウィルも実利というものが分かっておるな。我が輩が砂の都ウルダハのグランドカンパニー不滅隊の最高司令官ラウバーン・アルディンだ。さて、要件を聞かせてもらおうか。